サクターチャのアイヌ語自然講座です。アチャというのはおじさんという意味ですが、尊敬の念を込めてサクターアチャと呼ばせていただきます。それではサクターアチャ、よろしくお願いします。サクターサトルくねーって、今日は昔作ったカケスの罠のお話をします。サクターちゃん、今何を打ってるところですか？今これヘピタニを縛る杭を打ってます。はい、これに羽根木を、ヘピタニは跳ねる木ってね、ボンと跳ねるでしょ。それでヘピタ、なるから、ヘピタ、ヘピタに、ね、跳ねる木、こういう輪つけて、タンペヘピタニ、これはヘピタニという部分なんですね。ヘピタニ、もう何歳ぐらいの時から作ってたんですか？小学校3年生ぐらいでね。みんなそうだ、俺ばっかしじゃないよ。これお父さんとか友達とかから習った感じですか？母親だね、これ育ての母さんがさ、はい、教えて、でもみんな知ってたね。でもね、俺これ何に使うかって言ったらね、首を挟めるやつ、ここにさ餌入れるんだ、餌、はい、カケスが取ろうとしたらバタンとね挟まるんだ、うん、よし、もうしたら小屋建てちゃうかい、川上さん。はい、こういう感じでいいです？いいよ。これね、カケス、ほらこっからさ、首突っ込んで餌横取りできないようにするやつ、小屋だからさ、これぐらい、うん、カゴみたいな部分とか名前ありますか？タンペ、これチセ、アイヌ語で家です。家ね、チセ、はい。ちなみにこのトウキビはアイヌ語ってありますか？アイヌイタクアニキミね、キミ、キミ、この部分はこれはヘチャウェニ、このストッパーになってるような、うん、そうそうそう、これがヘチャウェニね。ヘチャウェニ、それぞれ名前がちゃんとあるんですね。おはいね、おはいね。カケスを取る罠、これをエアミカって言います。エアミったら日本語でカケスです。ずーっとこうしてカケスが上から旋回してて、あー、トウキビを見つけました、見つけました。実際にはもっと別の餌もあったんだけどね、はい、で、あー、下にもありました、はい、で今から取るんだけど、どっちから入ったらいいかな、こっからかな、こっからかな、こっちからかな、こっちからかな、だーって、あー、すごい、あっという間にバッと閉まるんですね。はい、イエーイ。で、こんなもんです。いやいや、これはすごい。取ってすぐほれ行くんならいいけども、何日か置いたらね、はい、もう硬くなってさ、そしたらその場でほら毛大体蒸しってさ、うんうん、して取ってきてストーブの上にでね焼いてね、昔薪ストーブだったから ね、ストーブの上に揚げて焼いてね食べたの。でもいくらもねんだよ、食べるところはね。内臓もそのまま焼いちゃうんですか？いやいや、内臓は取るよ、うん、取るよ。味付けは塩とか、うん、塩でね、きっともどうやって食ってもうまかったわって、食い物がなかったからね、うん、自分は下手くそだから3匹しか取れなかったけども、取る人はもっと取ってたよ。実際に小さい頃からこれでカケスを取られてたんですか？はい、小学校 2,3 年の頃から、これ地元の子供たち何人かで、ちょうど今くらいになると、うん、罠を仕掛けてました。あ、秋にやってたんですね。うん、秋、10月には入ってたね、少なくとも、ね、これ気になってたんですけど、はい、エアミカってそのエアミだけの罠っていう意味なんですかね。なんかエアミ用の罠というか、なんか他のサイズの鳥も来てしまうんじゃないかなと思うんですけど、これでもこれだとスズメはまず無理だよね。これスズメは取れないよね、どっからでも入っちゃうもんね、スズメだとね。あ、もうここに引っかからないで、うん、こっちからも入っちゃうから、こっちからも入っちゃうからね、こっちからも入っちゃうからね、うん、入っちゃうからね。これエアミがカケスで、カは罠だからね、やっぱりだからこれカケスだけを取るのに目的に作ったんだよね、きっと思ってさ、ね、多分ね、うん、エアミか。いや、これできる子いないですよね。覚えれば簡単なんだけどね、覚えるまでね。サクターチャのアイヌ語自然講座、パクのカ、イヤイライケレー。